空中写真で見る海の公園付近の1977年から1988年の変遷1977年撮影1983年撮影発景島の造成工事が始まっている1988年撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成 八景島駅ホームから望む海の公園会の公園は神奈川県横浜市金沢区にある都市公園である。施設は横浜市が所有し公益財団法人横浜市緑の協会が指定管理者として運営管理を行っている。金沢地先埋め立て事業の一環として整備された。横浜市内で唯一海水浴場がある海浜公園。 海水浴場の砂は、対岸の千葉県富津市の山砂を運び、海底に5年ほど狩り置きしたものを使用した。公園部分の埋め立てには、農瓶街の開発で発生した土を使用した。八景島駅前の海岸には、安山岩を使用し、磯遊びができるようにした。潮干狩りも可能であり、アサリ、マテガイ、潮吹き、鏡ガイが取れる。 人工海浜に自然に増えるようになったものであり、特に料金は徴収していない。それゆえ、業者や料理店への販売を目的としたあさり料が問題となり、たびたびテレビで取り上げられている。付近には元から海水浴もできる海岸があったが、1970年代の金沢地先埋め立て事業に伴い、その地先に広い砂浜が造成された。ありがとうございます。